こんにちは。ブライダルアクセサリーの作成とセレクトアクセサリーのビジューホリックです。今回はとにかくおしゃれでお手頃に名刺やアクセサリー台紙を作れておすすめのザゼルというネットショップでアクセサリー台紙を発注して届くまでを動画にしてみました。アクセサリーショップを始めてからもう何度も発注してお気に入りですが、注意点や失敗もあったのでそちらも説明していきたいと思います。こちらのチャンネルではアクセサリー作家の活動やハンドメイドをしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。今回はアクセサリー台紙を作りたいので名刺から選んでいきます。タイプや職業からお好みのデザインを選んだり、売れ筋の名刺から選べて、とにかくデザインが豊富で、それをオリジナルにカスタマイズもできます。今回はアクセサリー台紙を作りたいので名刺から選んでいきます。海外のサイトで名刺サイズも違うので、どのサイズで作りたいのか確認が必要です。少し大きめのチャビーというサイズを選択します。選択すると画像がそのサイズに変わりました。カスタマイズを押すと文字入力画面になり、変更していくと画像が合わせて変わります。今まではこれで変えてましたが、今回はさらに下のタップしてさらにカスタマイズをクリックします。ハサミのイラストはクリックして削除します。今回文字はビジューホリックのロゴを使用したいので、文字はすべて削除します。柄を少し動かして好みに合わせます。上のタブで正面縦にすると縦向きに変わります。次にプラスマークを押すと選択できるので、今回は画像を選択し、フォトライブラリーからロゴを選びます。ちなみに自動保存です。位置を決めて余白の白が気になるので、下のアイコンをスクロールすると白を除去があります。そちらから全ての白を除去にすると文字だけ残り、大理石柄に変わります。さらにホームページの URL を入れたいと思います。プラスマークからテキストの追加をして URL を入力します。場所や大きさ、フォントは下のアイコンをスクロールすると変更できます。フォントもかなり種類があるのでお好みが見つけられます。URL は見やすい字体にしてみました。右上のプレビューを押すと、いろいろな視点で変更を確認できます。この時気をつけることが、裏面をカスタマイズできるので、裏面のカスタマイズを忘れずにしましょう。実は初めての注文で裏面のカスタマイズできるのを知らず、注文してしまって、届いた名刺はサンプル通りでした。裏面の柄の時にカスタマイズを押すと文字入力画面になります。今回は文字をなしにします。確認したらカートに加えて、カートを見る、チェックアウトしましょう。ク
クレジットやペイパルも使えます。エクスプレス便もありますが、今回はスタンダードで2型注文しましたが、注文から8日で届きました。割引のお知らせ、明細書、そしてカードの中には QR コードの紙が入っていて、同じ名刺が注文できるようになっています。今回注文の台紙はこんな感じで出来上がりました。シンプルでおしゃれです。厚みもしっかりあります。もう一つは星のお気に入りのデザインにしました。こちらは委託店舗様のアクセサリー台紙と同じデザインです。星の方はツヤがあり、大理石の方はツヤがない紙になっています。こちらが委託店舗様用のアクセサリー台紙で、スキニーサイズです。ショップ名は字体を選んで注文していましたが、次の発注ではロゴに変更したいと思います。あとこちらも以前ブライダルショップ様で使わせていただいてましたが、大きい米国スタンダードサイズでおしゃれでした。そしてこちらも米国スタンダードサイズですが、私個人の名刺として使用しています。アクセサリーをつけるとこんな感じです。ロゴの位置もちょうど良くてお気に入りになりました。こちらのチャンネルではアクセサリー作家の活動やハンドメイドもしてますので、チャンネル登録お待ちしてます。今回もご視聴いただきありがとうございました。